はい、こんにちは。パーカッションの高見です。今回はこちら。トライアングルの歴史を紹介していきます。ジャンベの歴史、タンバリンの歴史について、パーカッションの歴史シリーズの第3弾ということでね、お届けしていきます。えー、正直今回もね、かなり <laughs> 調べました。かなり調べたんですけれども、まあ、結論としてはね、まあ、今でも正直あんまりよくわかっていないところが多いっていう感じなんですけれども、その未知の魅力も含めて今回シェアしていきたいと思います。 はい、まずはね、このトライアングルについて前知識として、英語のウィキペディアを見てみましょう。ウ、は、ィ、い、キペディアによると、トライアングルは古代エジプトのシストラムから発展し、主に宗教的な目的で使われました。1700年代オスマン帝国の軍の音楽隊で使われ、それを模倣したモーツァルトやベートーベンがクラシック音楽に取り入れましたと。初期のトライアングルには輪っかのようなものがついていて、19世紀までその形であった可能性が高いということです。 で僕もね、一応これを参照したんですけれども、ちょっとこの情報怪しいぞと。疑問が残りますとで。僕が抱いた疑問が3つありまして、まず1つ目はシストラムっていうものですね。古代エジプトにシストラムっていう、まあ、こういった道具、楽器があったのは確かなんですけれども、これがこのトライアングルになったっていうのが本当かよと。ちょっと似ても似つかなくないですか まあこれが疑問の一つ目。本当にシストラムがトライアングルになったのかっていう点ですね。疑問の二つ目が、オスマン帝国の軍楽隊で使われていて、そこからクラシック音楽に渡りましたというところなんですけれども、このオスマン帝国、つまりトルコの、えー、軍の音楽、イニジェリ音楽とかね、メフテルとか言ったりするんですけれども、これ実際ね、僕見たこともやったこともあるんですけれども、トライアングルね、使われてないんですよね。なので、これは一体どういうことなのかっていうのが疑問の二つ目です。 で最後、疑問の3つ目っていうのが、まあ、19世紀頃まではね、このトライアングル、まあ、サムネにしてあると思うんですけれども、この輪っかがついていると。はい、こんな感じであったと。ただこう輪っかつけるとですね、この輪っかがね、おもりというか、ミュートになってしまって、あまりならないんだけれども、本当にこの状態で使われていたのかと、これで叩かれていたのかっていうのが疑問さんです。はい なので、これら3つの疑問をね解消しつつ、このトライアングルの歴史っていうのを紹介していきたいと思います、はい。まずですね、話は紀元前の3000年に遡ります。もうめちゃくちゃ古いと。もしかしたらフレームドラムよりもさらに古い時代にですね、シストラムっていうこういう楽器、道具がありましたと。はい、これはね、古代エジプトの神話の中にパステトっていう女神が出てくるんですけども、そのパステトが持っていたものらしいんですねで。パステトっていうのは愛の女神であり、音楽の女神でありましたと。 でその紀元前3000年頃からこのシストラムがですね、まあ、こう、振ることによってシャンシャンガラガラ鳴りますので、儀式の時、何か宗教的な儀式の時にこれを振って鳴らしていたのではないかと考えられています。で、初期のタンバリンと同様にですね、このシストラムも,もう女性だけが振れる、女性だけが演奏できるものだったようです。でそこから何やかんや3000年ぐらい経ちましてですね、紀元前の30年にこの古代エジプトっていうのはローマ帝国に征服されてしまいます。 で征服された後もですね、まあ、特にキリストが誕生した後も、このシストラムっていうのは各宗教の、まあ、重要な儀式の時に使われていたそうです。具体的にはエチオピア正教とかコプト正教で使われていたことが分かっています。なるほど、このシストラムが紀元前も紀元後も宗教の儀式の中で使われていたことは分かりましたと。ただこれがどっからどうやってトライアングルになったんじゃいっていう話なんだけれども、実はね、これ全く情報がないんですよ。 このシストラムがトライアングルになりましたとかそういう記述がある文献があるっていうわけじゃなくて全くね何も情報がありませんとまあ実は何もわかっていませんっていうのが現状らしいんですねちなみに10世紀頃の文献写本の中にこういった絵が見つかりましておこれがトライアングルなのではないかって言ってるね学者の方もいるらしいんですけれどもこれどう思いますかなんかちょっと違くないって思いますよねまあこれがトライアングル説っていうのも一応あるには あるらしいんですけれどもちょっとね根拠としては弱いっていう見方が一般的だそうですで長らくですねそのトライアングルに関する情報がなかった、まあ、実在していたかどうかすらもわからないような状態だったんですけれども突如としてね壁画の中にトライアングルがめちゃくちゃ出てきますはいこういった天使がトライアングル的なものを持ってるっていうね壁画がもう大量に見つかります 一番古いもので推定年代14世紀頃だそうなんですけれども本当にたくさん見つかります基本的に天使とセットで描かれていてこのトライアングルっぽいものにはリングがついています、はい、で15世紀以降のものだと形が台形のものがあったりリングが描かれていないものも見つかります不思議なもんでですねこの壁画以外でトライアングルの情報一切ないらしいんですよ こんだけ書かれてるのに情報ないのって感じなんだけれどもだからもうこの壁画から推測するしかないとでこんだけたくさん描かれているんだからこれはまあイメージ想像の産物ではなくておそらくまあ現実世界にもあった実在したものであろうとでね天使が持っていることからおそらく宗教的な何か象徴的な役割だっただろうとで古くから使われているさっきのシストラム 的なな役割だっったのではいいかっていうね、まあ、推測なんですね推測の域は出ないと。まあ、おそらくシストラム的な役割だった。ローからシストラムからま発展して変形してトライアングルになりましたっていう、まあ、推測であるっていう話なんですね。でもう少し後の17世紀の百科事典にはシストラムとトライアングルがそれぞれ別々の楽器として載っているってことなんですけども特にこの、ね、関係性とかは書いていないということなので まあね、シストラムからトライアングルに発展したかもしれないけれども、まあ実はその根拠はないっていうのが、まあ事実というかね、真実らしいです。はい。これで僕の疑問を解消しました。まあシストラムからトライアングルになったかもしれないけれども、まあそれぞれ別の文脈で生まれてきたかもしれないっていうところです。はい。で、その後ですね、トライアングルが存在していたっていうのが確認できるのが、軍楽隊です。まず18世紀のオスマン帝国ですね、今のトルコあたりになりますけれども、イニチェリっていうね、 軍隊がいて、その軍隊の中に音楽をやる人たち、軍楽隊がいたということなんですね。一応、これが世界最古のマーチングバンドであるって言われています。で、普通の人はね、軍楽隊って一体どういうものなのかっていうのがあまりイメージできないかもしれないんですけども、まあ、簡単に言うとね、こう、戦士たちの士気を高める。楽器を鳴らして、太鼓をね、どんどん叩いて、でかい音を出してね、こう、士気を高めると。やるぞーと。祖国を守るために戦うぞーっていうようなね。 士気を高めるよううな役割でであったったていう感じですねで18世紀のオスマン帝国っていうのは付近のヨーロッパの国とかロシアとも国交交流をしてますからその交流の際にねなんとこの軍楽隊と楽器をねプレゼントしたらしいですねこれどういう文脈かちょっと分かんないんだけどもこのオスマン帝国名物としてね開けたのかなっていう感じなんだけども事実として1720年にポーランドに1725年にロシアにね この軍楽隊と楽器をプレゼントしたということが分かっております。はい。面白いですよね。で、当時のヨーロッパの国々っていうのは、オスマン帝国に対してはですね、ものすごい憧れを持ってたらしいんですね。オスマン帝国すげえと。オスマン帝国やべえっていう感じだったところに、ポーランドは軍楽隊をプレゼントされてますから、あもらっちゃったよと。で、ポーランド国王はね、もう自分の国の軍の中には今後その軍楽隊をつけますと。 これデフォルトにしますっていうことを決めますで。そのポーランドを見た周りの国もですね、あ、めっちゃいいやん、それと。うちの国も軍楽隊つけるべってなったらしいんですねで。そっからですね、そのヨーロッパで一気にそのオスマン帝国的な軍楽隊、マーチングバンド的なものとトルコ音楽的なものが広まったっていうかね、流行ったらしいんですね。で、話をトライアングルに戻しますけれども、このトライアングルに関する文献の中でね、これがイニチリで使われていたと。 つまりオスマン帝国の軍楽隊の中で使われていたっていうようなね、文献があるんですけども、これやっぱね、事実としては間違っているようです。これもともと僕が知ってた知識もそうだし、今回改めてえー調べ直してみてもね、やっぱ事実としてオスマン帝国では使われていなかったと。じゃあなんでそんな文献が残っているのかっていう考えられるのはですね、その文献を書いたのがまずヨーロッパの人であると。ヨーロッパ人的なね、 視点が入っているっていうところから、まあ、おそらくそのもともとあったオスマン帝国の軍楽隊を真似たヨーロッパの国々が、まあ、いろんな各国で軍楽隊を作った時にアレンジとしてね、自分の国のバンドの中にこのトライアングルを入れたのではないかと、まあ、考えられるっていうことなんですね。で、おそらくヨーロッパの軍楽隊の方ではね、トライアングルが実際に使われていて、そこからクラシック音楽に流れていったのではないかと考えられます。 18世紀後半から19世紀初頭にかけてはね、ヨーロッパ、トルコ音楽ブームですから、トルコ行進曲とかね、有名だと思うんですけれども、えー、とモーツァルトとかベートーベンっていうのは、さっき言ったそのトルコのオスマン帝国の軍楽隊、軍楽バンドにものすごい影響を受けてる。インスパイアされて作曲をしています。で、その軍楽隊のね、太鼓ドンドン、シャンシャンっていうのに影響を受けてるから、パーカッションがよく出てくるんですね。 で実際このトライアングルもモーツァルト・ベートーベン使っていますし前回やったタンバリンを使い始めたのねモーツァルトが割と初期でしたね、まあ、もうちょっと後ですけどもリストのピアノ競奏曲第1番第3楽章っていうのはねこのトライアングルがめっちゃ出てきますでこれがねトライアングル競奏曲として知られておりますでどうやらその頃まではですねやっぱり最初に言ったこのリングっていうのはトライアングルについていた説が濃厚らしいですでその後19世紀 え後半になってロマン派になった時にオーケストラの編成が大きくなったオケの人数が増えた時にですね、まあ、初めてこのリングが外されたということらしいんですねでそっから考えるにやっぱりこの我々が知っているこのチーンっていう音が伸びるトライアングルっていうのは新しい形でまと、あ、もはねこの飾りがついててこれが飾り兼ミュートみたいな役割で 音が短いもんだったと。まあ、つまりリズム的なね、役割の楽器であったと考えられます。はい。というわけで以上、トライアングルの歴史でございました。いかがでしたでしょうかちょっと長かったので、ね、まとめますと、このトライアングルっていうのは古代エジプトのシストラムっていうものから発展してできたかもしれないし、まあ、そうではないかもしれないと。まあ、実際のところはわからないっていうのが、えー、事実でありますとで。14世紀の壁画の中で、 天使ががトライアングルを持ってていいいるる絵がたくさん描かれてるのが間違いないっていうことですねで。これが音楽の中で使われたのが、まあ、おそらく18世紀のヨーロッパの軍学体の中であると。でそれはもともとオスマン帝国の軍学体をまねてヨーロッパの国々が作った軍学体の音楽の中ですねで。そこからクラシック音楽にわたって、まあ、モーツァルトとかベートーベンが使うようになりましたと。 でそこから19世紀になりまして、この音楽性っていうかね、サウンドをいろいろアレンジする中で、このリングが外されるようになって、現在の形、チーンっていうね、チリリリリンっていうトラングになりましたというところでございました。はい、こんな感じでこのチャンネルではパーカッションとパーカッションを愛する人の未来のために毎日情報を発信しております。他ここにも動画がたくさんありますので、概要欄の再生リストからぜひご覧になってください。 今回の動画なんかね、作るのめちゃくちゃ時間かかってますから、あ,あ、よかったよという方ね、ぜひ高評価ボタンとシェアもお願いします。はい。そして毎週日曜日にはね、YouTube ライブを使ってパーカッションのワークショップもやってますので、チャンネル登録してぜひチェックしてください。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。